実は最近少し調子が変なんです。ん？その天野くんと付き合ってからというもの、お肌の張りがものすごく良くなったり、いつも食べていたものがすごく美味しく感じたり、もうほんと世界がすごく輝いて見えるんです。あ、ダメだこいつ。私としてはいつも天野くんと一緒にいたいと思ってるくらいなんですけど、今日みたく彼の中ではやはりゲームが優先みたいでして、かと思うとどうも頻繁にアグリさんとは食事に行かれているとか。お前も大変な。まあアグリと会ってるのは問題ないと思うぞ。アグリ自身天野のことを手のかかる弟くらいにしか思ってないって言ってたし。そうなんですか。それはよかった。しかし天野からゲームを取り上げたら、それはそれで、それは仕方のないことですよ天道さん。だってケイタってそういうやつじゃないですか。気弱なくせに変なところで頑固で、時に自分がリア充になることよりゲームを楽しむのを優先しちゃう生粋のオタク。だからこそ天道さんは。そうよね。確かにそうだわ。私や友達よりもゲームを選んじゃうのが天野くんなのよね。しかし天道は本当に天野のことが好きなんだな。それにしても最近ずっと天野くんのことばかり考えてしまう。上原くん。まあのろけ話はその辺にしてたな。タスク。あ、叫びのテンション。アグリ。アグリさん、大丈夫ですよ。上原くんなんて私にとっては天野くんにまとりつく虫みたいなもんですから。ですです。上原さんに好かれて光栄と思える時代はとうに過ぎ去りましたよ。二人ともフォローありがとう。しかしなぜだろう、俺は今若干傷ついている。浮気男は黙っててください。フジャパス。うちの彼氏が浮気相手から浮気男に指定されてる。ごめんねアグリ、なんか勝手にテンパっちゃって。いえいえ、アグリさんは悪くないですよ。ですです。おい、なんだその他に諸悪の根源がいるみたいな言い草は。